ブレアハウスブレアハウスはアメリカ合衆国大統領の品格が宿泊する施設。ホワイトハウスの北西、大統領府の一角をなすアイゼンハワー行政府ビルからペンシルベニア大通りを挟んだ北側に位置する。現在のブレアハウスは4軒の家屋をつなげた複合施設となっている。合衆国旗が掲げられた白い石灰岩の建物が玄関口のあるおも屋で、 1824年に初代合衆国陸軍軍移送官のジョセフ・ローベルの邸宅として建てられた。その後1836年にワシントングローブ紙社主でジャクソン大統領の側近的存在だったフランシス・ブレアがこれを買い取り、以後一世紀以上にわたってこれがブレア家の邸宅となった。ブレアは1859年に母屋の隣に別屋を建て、 ここに、娘のエリザベスと婿のサミュエル・リーを住まわせた。後に、この2件は連結され、ペンシルベニア大通り1651番地の、ブレアテート1653番地のリー帝は合わせて、ブレアリーハウスと呼ばれるようになる。1942年に合衆国政府がこの寮野を買収し、合衆国大統領の品格のための宿泊施設とした。この リーの名が外され、ブレアハウスが正式な名称になったが、その後もしばらくは、ブレアリーハウスという故障が、一般には使用されることが多かった。ホワイトハウス周辺ズブレアハウスは、合衆国大統領が品格をもてなすための施設で、あって、合衆国政府の迎賓館ではない。したがって、通常は、大統領の品格である外国の君主や元首が宿泊するが、 その他にも就任式を控えた大統領当選者や元大統領の国葬に参列するためは新と入りした未亡人などを大統領が品格として宿泊させたこともある。1948年から52年にかけてはホワイトハウスに大規模な解体改修工事が行われた。工事は石積みの外壁のみを残して内部を基礎を含めて全て作り直すという 大掛かりなものとなったため、その間大統領府は一時的にブレアハウスに移転した。トルーマン大統領は人気後半の5年間をここで過ごし、旧ブレア邸側を居住の場に、旧リー邸側を執務の場としている。1980年代には、今度はブレアハウスの方に大規模な改修工事が施された。旧ブレア邸側と旧リー邸側の間に残っていた内部の壁はすべて、 取り除かれ、また裏手には新たに北棟が増築された。さらに隣接するトローブリッジハウスが連結されて、これが元大統領がワシントンを訪問する際には、いつでも使用できる宿泊所として整備された。この結果、4棟の総平屋数は119室、総床面積は7万平方フィートを超え、ホワイトハウスの本館、レジデンスよりも規模の大きい施設となった。それでいて、 ペンシルベニア大通りからの外観は建築当初からほとんど変わらないため、ブレアハウスは外観は小さな三階建て、内部は両脇の建物をぶち抜きさらに奥深く広がる壮大な邸宅という独特のコントラストを見せることになった。ブレアハウスを初めて訪れる外国元首の多くは、まず旧ブレア邸の外観とその小じんまりとした入り口に困惑の表情を隠せず、 しかし一歩中に立ち入ると、今度は、その広大さに、驚きの表情を隠せないという。フランシス・ブレアの娘、エリザベスの夫となったサミュエル・リーは、南北戦争で南軍を率いたロバートリー将軍の再再重定にあたる。一方、エリザベスの兄で、ブレア家を継いだフランシス・ブレア・ジュニアは、南北戦争で北軍の将校として、各地を転戦した歴戦の勇士だった。 南北戦争でリー将軍の公敵主として知られたのが北軍を率いたユリシーズ・グラント将軍だったが、フランシス・ジュニアはこのグラントと折り合いが良くなかった。戦後、1868年の大統領選に、グラントが共和党から立候補すると、フランシス・ジュニアは民主党のホレイシオ・シーモア候補の副大統領候補として出馬したが、圧倒的な人気を誇るグラントの前に会えなく、 敗北している。この時もし民主党が勝利して、フランシス・ジュニアが副大統領になっていたら、ブレアハウスは、後々まで副大統領府となっていたかもしれなかった。現在の副大統領府は、このブレアハウスから、ペンシルベニア大通りを隔てて立つ、アイゼンハワー行政府ビルの中にある。歴代のアメリカ大統領の中には暗殺されたり、狙撃されて、 重傷を負ったりしたものが少なくない。暗殺計画や未遂事件も枚挙に暇がないが、日本の5.15事件や2.26事件のように鑑定であるホワイトハウスが襲撃されて大統領に被害が及んだことだけはこれまでに一度もない。唯一、あわやという事件が起きたのはこのブレアハウスにおいてだった。1950年11月1日。 プエルトリコ独立運動の過激分子二人組がブレアハウスに居住するトルーマン大統領の暗殺を企て同化屋内に侵入しようとした。しかし、これを察知したシークレットサービスとたまたま居合わせた警護担当警察官のレスリー・コッフェルトとの間で銃撃戦となる。コッフェルトが犯人の一人を射殺することに成功したこともあって大統領は無事だったが、 コッフェルト自身も被弾して4時間後病院で死亡した。現在ブレアハウスの玄関脇にはこのコッフェルトの殉職を検証する同性黒板が置かれている。ブレアハウスはアメリカ合衆国の元首である大統領の品格が宿泊する施設なので、ここに滞在する人物は大統領と同格である各国の君主や元首が圧倒的に多い。首相は行政府の長であって、 国家の元首ではないので、外交プロトコル上必ずしも、君主や元首と同等の待遇を受けるものとは限らない。しかしそこはあくまでも、大統領個人の品格のための施設だけあって、大統領は時に、気心の知れた親しい首相を、ブレアハウスに泊めて、親しくもてなすことがある。日本の総理では、ブッシュ大統領と極めて親密な関係にあった、小泉純一郎が、 ブレアハウスに滞在しているが、これが2001年の旧11テロから2週間と、経たない、首都ワシントンがまだ改元下にある時期だったので大きな話題となった。小泉は、ゲストブックへの署名に、次のような異例の激励の言葉を添えている。サンキューベリーマッチフォーコンフォータブルステイファイトテロリズム 小泉純一郎純一郎小泉平成13年9月25日にセミ1 9 2 5 w ファームリースタンバイザ・ユナイテッド・ステーツ・オブ・アメリカ快適な滞在ができたことに感謝します。テロと戦え、我々はアメリカ合衆国の心強い味方であります。実物の画像を、ありがとうございます。